そんなに足を広げなくていいのかなと私も、ね、で今度は今これで上げましたけど、ね、体はもうまっすぐ向いてるわけですね。これ開け開けない、次は一歩踏み込む、これも足と手が一緒にならないんですね。下ができてるんです。いいですか、まっすぐ振り上げる、で肩の力を抜いて、はい、じゃあこれをみんなでやります。立ってください。でまず足を揃えてまっすぐ立てて、まずは両手で力を抜いて肩を振り下ろす。次は足1足分ぐらいになっていきます、ね、次は一歩踏み込む、はい、反対、左半、はい、まず起動してください、はい、一歩踏み込む、はい、じゃあ座って、じゃあ高田さん。次は、一挙の入るところをね、こうやります。受けは、受けというか、打つ方、立ってください。ね、まず届くことが大事ですよ。ここで打ったって相手は何も起こらない、ね、しっかりと打つ、ね、届く、はい、これ間と言いますけど間をちゃんと測る、それからもう一つは時間の間、ね、すぐにこんな打たない、少し間を取ってください。まあ、今時間と距離の間を測って打ってきてもらってるんですけども、立つ姿勢ですよね。立つ姿勢は心を静かにして立ってください、ね、いろんなことを考えてとるは、ね、心を静かにっていうのは、まあ、とらわれない、この腕を止めてやろうとか技をかけようとか思うと流行る気持ちが出てきますね。そうするともう一生懸命こんな風になっちゃうんですよ。あと遅れを取りますよね。大事なことは線を取る、線を取るというのは有利な姿勢になる。だそのためには心を静かにして取りというか、受ける側は取りを静かに立つ、それから全体を全体を見る、この手元の手を見ようとすると遅れますよ、ね、だから全体を俯瞰して相手が動くところ、これを察する、ね、こうならないように、そのためにも、怖いという気持ちが出ると多分遅れてくると思うんですね。怖いと思うと体が硬直しますから、だから、初級者に対しては怖くないように静かに打つ、上級者同士はしっかり打つよね、いい、ね、上級者ですからしっかり打ちます。
こういう気持ちで上の方はまず止めるということですね。ね、技をかけようと思わなくていいですから、まず止めるということです、ね、まず止める、次のことを考えないように、はい、まずここから始めてください。というところとお客がっちゃいます、ね、こういう姿勢ですね。自分の下足元、足元であれば落ちてきても下に落としていく、こういう姿勢を取る。でここから下でもいいし引っ張るのもあるだろうし、崩してください。あとは姿勢よくね、このようにならない、足を揃えて指を立ててまっすぐ押さえる。力入れなくていいですよ、これでもう相手は動けないです。動いて、ね、これだけで大丈夫ですよね。まず止める、ぐるぐる入る、表だけでいいですから、正面打ちの一挙どうぞ。
出れば、押さえると相手の息があるのが分かるよね。それでね、はい、ご視聴ありがとうございました。皆さんに合気道の素晴らしさが伝わればなというふうに思っております。この動画が良ければ、チャンネル登録高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。